へいよー、キャンツマッシュです。今日もね、やっていくんですけども、今日はですね、皆さんこちらのパーティーモードにですね、スーパーチャンピオンバトルってやつが来てるんですよ。で、これがですね、ブックオブクラッシュのテリーがアリーナに登場。テリーの能力、飛び込むとは上空から攻撃を仕掛けますといったところで、こいつですね、テリーは左上にいるんだけど、チャンピオン、新チャンピオン、スーパーカードっていう類なのね。要はどういうことかっていうと、スーパーミニペーカー、スーパーラバー、スーパーアーチャー、サンタホグ、スーパーなんマジアジとかいたじゃん。あの類なのね。あの類なんだけど、チャンピオンで出されたらさ、ちょっと新カードかって思った人も多いと思うんだよね。最近なんか新カード全然出ない割に、このスーパーカードめっちゃ出すから、めっちゃ紛らわしくねみたいな。今回のは特に、ちょっと凝ってるからさ、紛らわしくねってなった方多いと思うよね。といったところで今日ね、これやっていこうと思います。で、これさ、一個気になったこと言っていい？みんなを代表して。これ下にやるとね、このグラチャレとか、グローバル大会で出てくるんよ。え？っていう。この設計ミスってね、これと思って。やばくない？これ下にやると出てくるんだよ。もうちょっとさ、なんかこんくらいにしとくとかさ、ないの？これはこれで気持ち悪いけどさ、下にあるよっていうのないとさ、これしないとやんないとなんかいけないの？なんか裏技みたいな感じだってさ、全然グローバル大会とか存在しがない人も多そうなんよね。これ欠陥ですね。はい、最近の。てか聞いてほしい。クララパス変わったじゃん。俺前シーズン買ったんだよね。買って、報酬は140個ぐらいあったから後で受け取ろうと思って、動くバナーだけゲットしたんよ。そしたら、普通にメガドラフト最後までやってたから、報酬受け取れずになくなりました。はい、他のアイテム全部。誰かにマジであげたかった。ごめん。といったところでやっていこうと思います。なんかね、とりあえず、なんかやってみるわ、この、もともとあったデッキで。こいつが、まあ普通のホグなんだけど、名前テリーっていうね、テリー。で、このボタン使うと飛ぶんよ。ミョーンって。飛んでドガンつって、メガナイトみたいなダメージ与えるっていう性能なんだけど、酔わない。なんだこれ。ビョーンってなってドガンってなって、まあ、ちょっとホグよりは体力高いっていう感じなのかな。なるほど、なるほど、と。言ったところで、確かトルネードとか、まあその、スパーキーとかの攻撃を避けれるんだよね、こいつは。ただ、トリトンは、なんか見てからだと遅いみたいな話っぽくて、こいつをね、使っていくんだけど、なんか、ちょっと地味というか、どうなんだろう。こういう時に使うのかな。で、ダメージ与えて、大砲も突破できると。なので、防衛施設は、まあ、あんまやんなくて良さそう。はいはいはい。まあ、ちょっとなんかね、こういう時ね、これ、ゴブリン抜けるじゃん。これ、本当はね、めっちゃいい手なんだけど、ドガンとされて、俺がピンチに陥るっていうね。はい。なので、こいつの対策は、まあ、必須でしょうと。なんでよ。はい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 、はい、まあ、こういう感じ。なんかさ、この強ささ、ワンチャンさ、新カードでいけそうじゃんっていうのもあって、なんかね、こう惑わされてる人多いんじゃないかなと思うんだけど、まあ、一旦ちょっとタワー復活だけさせといて、さすがにね、さすがの俺も一個じゃ心もとねえからさ、相手はね、大砲で俺のタワーを折ってくるんだけど、まあまあ11かも。おっと、あれ、まさかっつって、これタワーにならんのっていうね、ちょっと反応を見せとこう。まあ、だから、まあ、こんな感じで受けるのがいいんかな。で、空中には当たんないやつなんだよ、このホグのダメージは。よいしょ。スケラまで行ってあげて、ゴブリンで処理して。ここで飛ぶ。これでウッドかわして、みたいな。多分感じになってるはず。ゴブゴヤ、樽も添えて、あとはもう死守するだけ。このチャレンジの最強デッキですね。任せてください、任せてください。とりあえず守ってね。テリーのなんかステータスみたいよね。まあでもまあホグと変わんねえか。ジャンプ、あ、結構早めに溜まるっぽいね。なるほどね。いやでもなんかこのさ、性能さ、
このフォグ多分なんかそのうち普通にしれっと新カードに実装されそうじゃない、その上に飛ぶっていうやつ自体はね。よし、じゃあデッキ組みましょうか。てかそういえばさ、このショップも前回何も変えてねえわ。多分コインに変わったな。まあそれ俺が悪いか。クラローパスの受け取りも多分俺が悪いな。まあトリトンと、まあ、トルネはそんなか、ソラカードに対して、まあ、矢の飴を持っとかないといけないっぽいよね。あと何、まあインフェとか強いかなーっていう感じだけどね、トリトン。まあてかもう高回転で出せばいいか、クエイコグで。クエイク、ロケコ、スケ、アイスピー。まあゴブリン弱いかなー。まあコウモリとかでいいか。はい、高回転で出す感じで勝ちましょう、これで。トリトンで飯を食うデッキ。そうやっていきます。ケツから出してもいいかな。いや、いいか。普通にぶん投げよう。さあ、ここで、とりあえず飛び上がると。で、テスラを突破。はいはいはい。もう強い。いや、なんかこいつ、マジで、新カードで出ても、まあ、ギリおかしいけど、なんかね、わかるっしょ。今までのやつとはさ、違うこう、遊び心がある。一応チャンピオンなんかこいつ。今までのやつは、なんか、かけ離れすぎてたけど、こいつに関してはちょっと許されそうな顔してる。飛びませんと。まあ、クエイク打っといて、お相手、かわいい。かわいいな。空には当たんないんだよね、確かこのジャンプが。さあさあさあ、もう一戦ぐらいやって終わるか。この手のチャレンジね、なんか最近気に入ってるよな。なんでなんだろう。なぜこういうスーパーカードチャレンジやってるのか。まあまあまあ、なんか特殊モードがある方が楽しいでしょっていう考えもわかるけど、なんでだろうね。これでちょっとどんな感じの使用感が試すみたいな、ボツ作品を出してるみたいな感じかな。さあ飛びます。あー、ちゃんとダメージ入るね。500ぐらい入ってるわ。さあこれ報酬、おお、なるほど。あー、タゲはずっとこいつに向いてんだ。なるほど、一気に分かんなくなっちゃったじゃんこれ。おー、いい余裕ぶっこいてたって俺。さ、ちゃんとね、ちゃんと飛び込んであげて、チャンピオンなので、まあ回してね、すぐ回してあげて、こうジャンプして、まあこれで持っていけるかなっていう。 OK、 じゃあもう一試合やったらちょっとこれ動画終わります。まあこいつね、なんかこう本当にメガナイトのジャンプに近い性能だから、なんかそれをこう組み込んでね、こう暴れそうな感じはするけど、まあこのデッキが強くない？なんかトルネかわせるし、まあ、トリトンだけガチシビアだから、まあ、そこだけ持ってけばまあ良さそうっていうね感じ。まあ、コウモリまで追加しよさそうで、だからガゴムゲとかが対策としては強い感じするよね。読み、はい、熱い、ちゃんと読んであげて芝生と。火力高いね。なんか昔のホグってこんくらいの火力だったような気がする。ちょっとねあれだけど、うーん、まあ来るよねそいつが。竹取ってからが良かったな。まあこんな感じでかわせるんですよ、このテリー等は。でもってこんなミニペッカも、よいしょと、強い。いやこの、いやこれね、マジでホグのチャンピオンができるとしたらこの性能理にかなってる。
なんか雪玉とか、なんだろうな、こう、雪玉もそうだし、ウッドとかみたいな性能もあるし、空に当たんないっていうのが、なんか空に当たれよって思わん？みんな普通。え、チャンピオンでスーパーカードなんだろ？え、空に当たるぐらい強くないと思んないじゃん。なんで急にこんな、なんかこう現実味のあるカード今更出してきとんすかってラットも多分言ってると思うんだけど、毒舌のラットがね。そう、何しとんすかって多分言ってんだけど、これ矢の雨でしばかれるか。当たんないんですよね。いや、なんかちゃんと新カード紹介してる気分だわ。こいつは明らかに実装される匂いをちょっとだけ漂わせて、んでもまあやっぱやめとくかっつって、いやでも自信作だから出させて、好評だったら出させてよっつって一旦ここに君臨した説がちょっと見えるし、なんかあのブックオブブックみたいなやつなんかよくわかんねえんだけどさ、そう、あれは何、あれは何だろう。しかも皮肉なことによ、既存のチャンピオンの中で一番スキルの使いどころの PS がいる気がする。まあまあこういうとことかだとね、ちょっとまあ使い得な感じはあったけど、ちょっとね、こう今までのチャンピオンスキル使い得みたいな感じではあったけど、まあこいつも使い得なんだけど、読みで打たないとまあ沈む感じがあるから、もうちょっとねステータスさえいじくり回せば、さあちょっとステータスだけ見ようか。テリーダメージ350の HP2300、350、2300か。あー、なるほどね。火力ちょっと多くて体力が高いんか。まあ、体力ちょっとホグより美多いぐらいだったら、まあ、全然使われそうな匂いがしますね。ということで、こちらねチャレンジ来てますので、ぜひ、やってみてください。あとね、まあ、この動画でもいると思う、ここに従うこと、うん、だグローバル大会とかここでチェックしていくのがいいかなと思います。ということで、このデッキ使ってみてください。以上、おすすめしパイ、またねー。